皆さんこんにちは、 J-BOY 明石店です。本日ご紹介させていただきますお車は平成20年式の、ダイハツタントの L ですね。それでは外観の方から見ていきたいと思います。まずですね、フロントバンパーですねの、ちょうどフロントフェンダーとの境目近くですねに、擦り傷ですねついてますね。で、アルミホイールなんですけれども、フロントの運転席はですね、若干ですねこういう腐食跡というか、そうですね、こういう細かなこういうところですね、こういうものはあります。ただ縁に大きなガリ傷は特段ないですね、はい、この腐食跡がちょっと多いような感じですね。で今ドアミラーのところですね、これはなんかありますけど、これは磨いたら消える分ですね。はい、そうですね、この辺りもちょっと傷ありますね。ただこれはちょっと指で触ってザラザラしないんで、おそらくこれ全部消えますね、はい、これは消えると思っていただければ結構です。で、右後ろのアルミホイールも前と同じような感じですね、はい。で後ろですね、リアゲートの近くですね、まずこのテールランプの下あたりですね、この隙間ですね、ちょっと細かい傷がこのあたりダダダと目立つような感じですね、はい。で、こちらですね、ここにエクボ状の、傷とへこみですね、エクボ状のへこみに傷がついていると、ここですね、いうような状態になってますね。で、もう一つ大きなものがここですね、この車両で言えば大きなもの、ここにうっすらとへこみが、ございますね。ちょっと歪んでるかと思うんですけどね、はい。ただまあまあ遠目から見るとそんなに気にならない、レベルですね、はい。かなり大きくへこんでるかというとそういうわけではないです。で左のここですね、テールレンズの下、ここも細かな傷あります、はい。ただこの辺りのね、こういう薄いグレーっぽいようなこういうのですね、こういう跡あると思うんですけど、これは磨けば消えるものになってますんで、消えないのはこの本当にフッチのこの隙間ですね、ここにある黒いこの傷ですね、これはちょっと消すのは難しいですね、はい。な感じですね。で、こちら20年式のタントですんで、左側がスライドドアになってます。18年ぐらいですかね、18年19年ぐらいはここもスライドドアじゃなかったですね、はい、という形ですね。で、前戻ってきまして、ここもフロントバンパーなんですけども、こちらですね、こちらに、ヘッドライトの下ですね、線傷が、ございます、はい。こんな感じですね。それでは内装の方行きましょう。鍵ですね、こちらキーレスですねなってます。で、こちらの車両ですね、まだ洗車する前ですんで、ホコリだったりとかゴミであったりとか、ちょっとシミとかもね多数あるかと思いますけども、見ていきたいと思います。現在の走行距離が 83,946 キロですね、はい。で、こちら CD オーディオついてますね、これトヨタの純正ですね、おそらくね、これこちらにカロッツェリアのアンテナ線、ついてますんで、前の方はナビをつけられてたんじゃないですかね。で、買った時におそらくこのオーディオがついてたと。で、それに付け替えて当社にご売却いただいたというような形かなとは思いますね。はい。で、こういったところですね。若干ノリ跡のような、そうですね。ちょっと粘着性のあるノリ跡がありますね。ある程度取れるかとは思うんですけれども、どうしても若干跡残ってしまうかもしれません。で、これ右側ですね。こちらもですね、これノリ跡ではないんですけども、まあまあ上に、なんていうんですかね、物がこう滑らないようにする台あると思うんですけどね、滑らない、こう、ペタッと貼るような。
それが貼られてたんですけど、それを外すと下からこういうあのちょっと色が変わった部分が出てきたと。で、これ多分これは取れるかどうかっていうのはちょっと何とも言えないですね。薄くはなると思いますけどね、完全に分からないようになるかって言われると微妙なとこですね。はい。で、これは ETC ですね、ついてますね。ちょっとこれはね、まだ動作確認してませんのでね、まあ、おまけ程度にお考えいただければと思いますね。はい。で、エアコンですね。はい。オートエアコンではないです。で、パワーウィンドウですね。全部ついてますね。はい。で、内装の色はこちら、ベージュですね。こちら、まず運転席ですね。運転席ね、ここがちょっとまず擦れてますね。で、この前のこの足の部分ですね、ここがシミがあるように見えますね。はい。もしかしたらね、こうジーパンとかでこう座ってて、ここに一番こう跡が残ったのか、この辺りに座布団をねこう引かれてて、ここだけ汚れたのかっていうような感じですね。この辺りもそうですね。これはある程度こういう生地のこう何て言うんですかね、質感が悪くなってるところじゃない限りは、こういうシミはある程度消えると、ほとんどまあまあ目立たなくはなると思っていただければなというところですね。で、運転席のフロアマットですね、こちらはですね、まあかなり汚いってわけではないんですけども、まずここと、それからここ。それがここですね。ここに、あとこっちもですね。ここもですね。今、ちょっとタバコのね、焦げ穴がね、ついてますね。はい。で、お車の中はタバコの匂いはしないですね。はい。次、2列目、後部座席ですね。見ていきましょう。こちらは、あんまり使用感はないですね。ちょっと掃除する前なんでね、こういうところ、汚れとかついてますけどね。あと下にちょっとゴミが落ちてたりとかはね、しますけど、まあまあ、綺麗な方ではないかなと思います。まあ、当然洗車をした上で、ということで言えばですけどね、綺麗になるとは思います。で、どうしても洗車しても、なかなか、もう、パーツ交換しないと綺麗にならない車っていうのはね、中にはありますんで。で、こちらのシートですね。前後左右の、前後のスライドします。で、そこの今空いてる部分ですね。座席の後ろの部分。そこに、この座席がすっぽりとこう収まるような形になってます。これ収めるとですね、運転席、助手席のちょうど後ろから、フラットの状態になるという形ですね。で、こちらには物入れですね。ジャッキとか入ってますね。で、この下にスペアタイヤという形です。でこちらはね、ピラーレスなんでね、見やすいんですけどね。まあ、後部座席はさっきも言ったように、まあ、そんなに汚くはないです。はい。で、前の座席ですね。こちらも運転席に比べると随分マシですね。こちらもタバコの焦げ跡とかはないですね。はい。ただまあ、強いて言えば、この運転席との境目、ここですね。ここに若干シミが、ね、ありますので、このシミ抜きをしないとっていうようなぐらいですかね。はい。というところです。それでは最後に、エンジンルームですね、見ていきたいと思います。エンジンルームこちらですね。はい。で、こちらの車両ですね、コーションプレートが奥についてます。映りますかね、ここですね。カラーナンバー W09、ですね。純粋な白ですね。パールじゃないですね。普通の白ですね。なってます。はい。はい、こちらの車両ですね、気になられた方は、当社の方まで直接お電話いただくか、カーセンさんの方よりお問い合わせいただければと思います。当社の電話番号ですね、こちらですね、078-939-3070となっております。よろしくお願いいたします。